自衛隊駐屯地のフェンスを突き破った車の運転手は今も逃走中です。警察によりますと、今日午前1時55分ごろ茨城県の JR 勝田駅付近で、警察官が不審な車を発見し停車するよう警告したところ、車が突然スピードを上げ逃走しました。車は近くの踏切を渡って工場に侵入し隣接する 陸上自衛隊勝田駐屯地のフェンスを突き破り物置を壊して止まったということです警察は車を置いて逃走している運転手の行方を追っています